鹿児島のさまざまな場所に全力で生きる人たちがいます。きっとその姿は未来の鹿児島を担う力。これからその情熱を綴っていきます。カゴンマ未来ロード。はい、じゃあいただきます。ここは子ども食堂。月に2回地域の子どもたちを集めてみんなでお食事です。実はこの食堂、ちょっとした特徴があるんです。今回未来への思いを綴るのは渚未来塾ワイワイ食堂の皆さんです。姶良市にある松原地区公民館、6年前にスタートした子ども食堂の会場です。子どもたちに居場所を作ってあげる子ども食堂をしようということでスタートしてますんで。めっちゃ最高。たくさん食べてね、ご飯ね。中には大人たちの姿も。ここは地元の皆さんたちが集まって交流を深める場でもあるんです。みんなでこう食べる楽しいですね。で、子どものためにもすごくいいなと思って。あれ、知らない人と会話ができるとか、仲が深まったりするのが楽しいみたいな。おいしそうな食事、そのほとんどは地域の人たちの寄付で賄われているんですよ。はい、展開ちょっとできた。実はこのワイワイ食堂、食事の前にお勉強の時間があるんです。そしてここがポイント。わからない問題は教員の OB が教えてくれるんです。お、書き順おかしかったぞ。今上から順にポイント。宿題を終わらせてみんなでお食事。こうした活動が地域の未来を照らすコミュニケーションにつながっているんです。そこらであっても、あ、ご飯を作ってるおばちゃんたちだとかさ、子どもたちも分かってもらって、私たちも、あ、食堂に来てる子どもたちだなっていうのを分かるようになって、みんなでこう輪を作っていけたらいいなと思ってます。渚未来塾ワイワイ食堂の皆さんが綴る未来への思いは、地域は家族、アットホームな街づくりを目指すぞ。